2つお聞きしたいんですけど、この本に出てるんですけど、ヒノキが200年と1000年とでは匂いが違うっていうことなんですけど、そんな簡単にそういうことは分かるんでしょうか。それともう一つは、もう日本のヒノキはないんですか。なんか台湾の輸入のことがなんか出てるんですけど、それ分かったらお願いいたします。ヒノキ材の匂いのことなんですが、当然なんて言いますかね、ヒノキっていうのはすごい匂いを持ってて、あれは一つ木自身の防衛本能で、殺虫効果が木自身が持ってるんじゃないかなってに僕なんか思うんですけれども、200年のヒノキの匂いと1000年のヒノキの匂いの差は僕はよくわからないんですよ。で、ただ1000年経った放流時の木を少し削るとまた匂いが戻ってくるらしいですね。その内部には匂いを蓄えてるんだというようなことは西岡棟梁お話になってましたですね。でもう一つ何だっけ、日本にはヒノキはないのか。日本にヒノキはありますけれども、それは長くて500年ぐらいで、どうも伊勢神宮のが持ってる山の中には1000年ぐらいのヒノキもあるようですね。それも3本か5本ぐらいらしいんです。で、林野庁が基礎に持ってるヒノキもやっぱり1000年以上のヒノキはあるんです。で、それもだけど何本かしか数えるぐらいしかないんですね。で、それは当然種取りの木ですから伐採するわけにいかないんですね。で、台湾は僕が取材した当時は本当に山の2000メートルぐらいの山にヒノキの原生林が残ってました。で、西岡さんはそこに4回入ってですね、この木は桁に向いている、いやこの木は柱に向いてるなってことを全部吟味をして買い求められたんですね。そう、実はその匂いのことについて、ある時に西岡さんの現場で堀地のたるきでできた箱を開けですね、ある箱職人に作ってもらって、その蓋を開けると空洞で香りが出たんですね。だからそれ1000年前の木でしたと、トイレがもう匂い嗅いでと。その匂いはどっちか非常に薄いでしょ、多分お香のような香りですね。非常にもう繊細な香りでしたんですよ。だから確かに匂いありましたということで、さっき監督が話したように、やっぱり台湾のヒノキ、台湾にあるんですよ、その木は違うんですね。日本の方がもうフレキシブルというか、そういう、衝撃に耐えても折れないんですね。だからその斎藤とか他の建物を作るときにオリジナルのまんまでできないんですよ。見えないところに寸法変わってちょっと大きくなったりしてるんですよ。だから日本のヒノキが、いや、ある時みんなご存知ですけども、江戸時代にほとんど杉にしたんですね。今その後ずっとほとんど杉で、杉が多分あるかもしれないんですけれども、ヒノキほとんどなくなって、そして私聞いたのは伊勢神宮がもう数年前にまた建て直して、その時も台湾ヒノキ使ったっていうこと。だから驚くない伊勢神宮で台湾ヒノキこれはもう本当にちょっと許せないことじゃないですか。だから今から千年の木植えたいならもう努力かけて待てられないじゃないですか。すいません、そろそろ時間が来てまいりまして、それで皆さん、ここにある図面なんですけども、薬師寺の玄奘三蔵伽藍の当時の原寸大の図面を安住さんに提供していただきましてですね、はい、それで青焼きですけども、もちろん棟梁が描いたものじゃないんですけど、棟梁が描いたその映画に出た5ミリの方眼紙のものから、その小武天の人がちゃんと図面に立って、でも結構作り方がよく分かるんですね。その時にたくさん図面とかいただいて、実は棟梁のノートが6冊ぐらいコピーさせていただいて、今私は非常に貴重なものもあるんですね。
これは青酢も時間が経つと真っ白になっちゃうので、はい、早めにコピーをそうそうそうコピーをしていただきたいと思います。そして、まあ、今日、劇場で195名入りまして、ユーロスペースの1回の上映の最高記録となりますので、まあ、本当にありがとうございます。本当に時間もあるんです。これはですね、僕らも非常にこう自信がなくてですね、1日1回の運用で、まあ、ユーロスペースさんもこの数を見てですね、2回にしようかなというふうに考えているんですけども、他の作品も削らなきゃいけないものですから、これはいろいろとまた問題が起きるので、しばらくは1日1回やって、もう2週ぐらいしたらもしかしたら2回になるかもしれませんので、奈良の大和郡山では1日3回やっております。まあまあ遠いですけど、ね、そちらの方に行っていただきましてですね、本当今日はどうもありがとうございました。